ごきげんよう、モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。今日は2020年11月の19日木曜日です。今日は先日三好市小野町のジミーカーターシビックセンターへ行きました。イルミネーションの点灯式をありましたね。そして、それが終わりましてですね、今度花火を上げることになっていたんですね。ちょっと周りのどうですかね、暗さがもう少し暗くなってから花火を上げた方が、まあ、より鮮やかなということで、点灯式終わってちょっと間がありました。私はちょっと次の方へ用事がありましたので、後ろ髪引かれる思いでこう現場を車で少し帰りかけたんですが、その途中でですね、花火がバンバンバーンと上がり出しましたね。私はその急遽車を道路の端の広いところ、広場を探してですね、そこへ止めて、そこからカメラで花火を映しました。ですからちょっと距離が離れていたのと、まあ、山とかなんかいろんなちょっとこちらから見てちょうど花火が隠れるような場所ではありましたが、高い花火はまあよく見えましたので、そこに止めて、撮りました。そうですね、花火はジミーカーターセンターの空でやろうさね。空はいろいろ色とりどりの花が開きました。花は花火師さんの心意気でバーッと行きましたね。離れたところで全部花火を撮ることはできなかったんですが、その一部を撮ることができましたので、まあ、花火師さんの心意気というよりも、まあ、小野町の有志の、イルミネーションを企画し、そして花火を比較して実施された、運営された人の心意気がね、何かガーッと花火に出ておりました。その花火をこの後見ていただきましょう。よろしく。三好小野町ジミーカーターシビックセンターで花火が今上がってます。かなり上げてますね。ちょうどあの山で全部見えるのですが、上がったかな。一応ありかも。おー、上がった。高いのがあったな。たーまやー、いいぞー。もっと高く、より高く。おー、上がった。おー、これは高かったよ。おー、だんだんと高く上がってきました、花火が。おー、また上がった。いいね、いいね。上がる、上がる。うわー、すごい、すごいね。おお、すごい。どうでしたか、花火。初めから全部撮ることができなくてですね、まあ、後半、で、またちょっと離れたとこから
カメラで撮ったもんですから、実際の花火はもっとすごかったんですがね。まあ、その一部を撮らせていただきました。まあ、みんな集まった人、帰るときはですね、駐車場にいろんな人が集まってですね、かなり大きな人が、多くの人が来ておられましたので、現場はもっと、私は遠からでしたけど、まあ、もっと盛り上がったし、場のエネルギーがドーッと上がってですね、まあ、小海町の未来を開くような、そんなエネルギーが溢れた花火でございました。私も花火が開くように、トルクチャンネルの花も開かせたいものであります。じゃあまた明日、ごきげんよう。